様です。中国からですね、ちょっと商品を購入しようと思いまして、ラクマートってのを初めて使ってみるんですよ。で、結構使い勝手が良くてですね、これはアリババに本来直接注文するところを仲介業者さんが入っていただいてアリババに注文するって形なんですよ。で、めんどくさいやり取りとか商品のチェックとかをしてくれるんで、本当に手間がかかんないんですよね。その代わり手数料は 5% ほどかかります。でもそれを見越してもかなり使い勝手がいいなと思ってますね。今回このラクマートっていうね、仲介サイトを使って、ちょっと商品をねいくつか買ってみました。収納ケースなんですけども、それぞれのサイズね、小さいものから大きいものまで4サイズを1個ずつ注文、それから別のブランドのケースも4つ注文。これ結構ね安いんですよ。全部で手数料込みで見てください、2796円ですよ。日本のホームセンターで買うと1個か2個しか買えないところを8つ合計で買えるんですね。だから商品の価格安いでしょ。ただ送料なんですよ。送料がね506円なんで1万円ぐらいかかるんですよ。だから全部で1万3000円と近所のホームセンターで買うのと実はあんまり変わりがありません。ただね、これ1回目の注文ですから、もしかして複数注文したりとかすると割安にはなっていくのかなと思いますし、今回この傘が大きいやつを買いますんで送料かかりますけども、ちっちゃいものとかだったらね、なんかもっと安くできるんじゃないか、その経験値を積むためにあえて送料が高いのを覚悟の上で注文しようかなと思っております。はい、合計でね1万3000円ぐらいになると思いますけどもね、ここに支払い、注文書修正とか支払いって書いてるでしょ。これ支払いを押して次クレジットカードなどの入力になるんじゃないかなというところでございます。第一報はこんな感じですね。実際に商品が届いて送料が1万円ぐらいで、商品は8つあって、その8つの商品が手数料込みで2700円ぐらいですよってことをね、皆さんと一緒に今度開封動画でお会いしたいと思います。それでは。